スヒーダム、スキーダムは、オランダ中部南ホラント州の基礎自治体。ロッテルダム都市圏の一部を成している。ロッテルダムの西、フラールディンゲンの東、デリフトの南に位置している。スヒーダムは、大雑把に言えば、ロッテルダムと同じ方法で、1230年頃、創設された。君主であった、バッセナール家などにより、寒拓地を北海の海水から守るために、 スヒーカワをせき止めたことにより、町は創設された。新しい居住地として、周辺の町、ロッテルダムやデルフトと競い合い、これらの町と同様1 3 4 0年には、スヒーカワとマース川へのアクセスを得た。15世紀よりセイリドビナ信仰の巡礼地の一つとして栄えた。セイリドビナとは、スヒーダムに住んでいたオランダで最も有名な聖女の一人で、ある。その後、町は、 日清釣りをするための重要な場所となった。1428年、大火により、当時木造だった建築物の大半が破壊された。スヒーダムが最も繁栄したのは18世紀で、ジンを作る、酒造業で繁栄した。フランスからのアルコール類の輸入の停止により、スヒーダムの蒸留所が支給必要となった。数十本のスヒーダムの蒸留等で作られたジンが、 世界中に輸出されていた。スヒーダムは人産業で有名となり、ブラックナザレスの愛称で呼ばれた。現在、人産業はわずかに残るだけとなっている。ありがとうございます。